信頼で世界をつなぐ学校教育、村落開発、インフラ整備、いつの時代にも私たちの技術、知識、経験が日本の国際協力の信頼を築いてきました。そこにはいつも心の触れ合い、笑顔がありました。日本もかつて終戦後の復興や経済発展の過程で多くの支援を世界から受けていた時代があります。そして2011年の東日本大震災では200を超える国や地域から支援とメッセージが届きました。つないできた信頼は恩返しの気持ちとして私たちに返ってきたのです。世界は支え合って生きている。誰一人取り残さない社会を目指して、私たち JICA チューブは東海地域とともに、これまでもこれからも信頼で世界をつないでいきます。JICA チューブの歴史は名古屋市千種区覚王山の閑静な住宅地から始まりました。 JICA の前身の一つである社団法人アジア協会が運営する名古屋国際研修会館、当時の様子を語る数少ない資料には、松坂屋百貨店創業家の伊藤次郎左衛門氏によって土地200坪の提供を受けたこと、また愛知県名古屋市、名古屋市商工会議所などの援助によって建設されたことが記されています。名古屋国際研修会館の周辺には株式会社松坂屋の初代社長となった15代伊藤次郎左衛門助民が伊藤家の別邸として建設した陽気荘、日本とタイの友好を象徴する覚王山、日泰寺などがありました。名古屋国際研修会館が誕生した1961年、日本初の大型公共事業愛知用水も完成。当時知多半島で起こった深刻な水不足を解決するため、世界からの援助を受けて実施されました。木曽川から100キロメートル以上にわたり水路を作り、知多半島に水を運んだこの事業は、農業灌漑、工業用水、上水道用水として当時の中部地域の経済・産業発展に貢献し、今もなお私たちの生活に欠かせない存在となっています。世界の援助を受け発展を遂げた日本、1954年にはコロンボプランに加盟し国際協力を開始。開発途上国への日本人専門家の派遣や研修員の受け入れが始まりました。そして JICA チューブの前身である名古屋国際研修会館でも1961年4月から研修員の受け入れを開始しました。そもそもやっぱりあの辺にその外人が来るっていうのがちょっともう珍しいことだった。でやっぱり研修員もいろいろ日本のことが知りたくて、休みの時なんかあっち連れて行って、名古屋城行ったり東山公園行ったり、あっち行ったり、いろいろ一緒に歩きました。でお正月なんか着物着せてあげて、で女のね研修員なんか一緒に近くの神社にお参りに行ったりとか、そういうなんかやっぱり日本の文化っていうものをまあ知ってもらうために、まあ、だから食堂でもなるべくそういうふうな向こうの人に合うようなのを作ってらっしゃって、例えば韓国の人だったら辛い唐辛子を持ってきてもいいよとか、別にいいよかけて食べなさいとか、生活様式が違うから、その辺やっぱり慣れてもらうのにちょっとね
うん、で あんなことやってるわ、あこんなことやってるわっていうこともね、だからそういうことは、まあ、教え最低限教えてあげるっていうこと、日本ではこういうふうだとか、うん、まあでも、うん、思い出ある職場だった。ちょっと普段とは変わってたからね、うん、開館当初、繊維技術、鋳造、自動車整備など当時の東海地域の産業を中心とした研修コースがあり、多くの企業の協力を得ながら研修事業が実施されていました。1970年、昭和45年の時に4月から9月まで私は自動車コースを受け持てということでですね、約10名ほどの研修を、まあ、中部自動車学校ですか、現場でのそういう通訳作業っていうことだったもんですから、トヨタの車ですけども、乗用車を分解して組み立てて検査を受けて、組み立てが完成した頃に万博会場への、まあ、往復で、車のちょうど整備、性能を見るには高速ちょうど走るもんですから、検査的には良かったなって、検査を兼ねていくにはですね、はい。その後、事業の拡大に伴い、名古屋国際研修会館は1971年4月に JICA の前身の一つである海外技術協力事業団の施設として名古屋市名東区亀の家移転、名称を新たに名古屋国際研修センターとして、窯業、機械金属、養鶏、中小企業開発など地場産業を中心とした研修コースを次々と行っていきます。一番最初は溶接コースという研修コースです。金属をくっつける技術は大変基幹的なかつ重要な部分ですので、このチューブはそう高い技術を誇っておりますし、それを、開発途上国の方々に提供しようということで、実施された研修です。まず一番求められるのは通訳ですね。民間企業の方々、もちろん英語はおできなんですけども、なかなかそういう現場で喋ることが難しい方が多いので、その現場の方々がご指導される日本語を研修員に英語に通訳する。研修員に対するいったケアとかフォローとか、時には相談相手とか、そういったことも含めてトータルで研修がうまくいくように、もっと言うならば研修成果が高く上がるようにということを目指して、業務を行うのが研修管理員の業務です。やっぱりこれは JICA だけではなくて、我々一人一人が海外の方々と接するときに、やっぱりそれはお互いの立場を尊重し合って、でお互いに、理解し合って、でまあこうクリエーションですね、何かを一緒に作り上げる、そういう気持ちというのは今後も大事かなと思いますし、あえて言えばそれはね、今世界的な規模で広がっているSDGs の理念にも合致するものかなと思いますけどね。その後も多様化、高度化する開発途上国のニーズに応えて、時代に合わせた研修コースを提供してきました。1999年からは長期研修も開始。長期研修員として来日した研修員は大学院に入学し、母国の開発に貢献するための高度な技術や知識の習得を目指します。 So at NUCB I'm studying my MBA under the Global Leadership Program. It's a business course.It entails a lot of basically learning about business and the new developments in business, in the business world. I solely believe that small businesses and startups are basically the key to improving in any country's economy. And so I was interested to learn how the Japanese business works, which is different to South Africa, and how basically see how we can apply those methods back in South Africa.
My particular interest lies in agriculture and how Japanese companies can come as partners in terms of technology and enhancing the agricultural sector back in Africa. So I'm really hoping to use this opportunity to create a network and partnership with Japanese companies. 研修事業の他にも学校現場への国際理解の推進や NGO 団体との連携、JICA 海外協力隊の応募促進などを行う市民参加協力事業も主な業務として加わってきました。2008年10月に JICA は国際協力銀行 JBIC と統合。2009年3月には JICA チューブは現在の場所、笹島ライブ24地区に移転。そしてこの年の6月、名古屋地球広場が開館しました。名古屋駅南に広がる大規模再開発エリア笹島ライブ24。この地区の歴史をひも解くと、1886年現在の笹島交差点付近に旧名古屋駅が開業したことに始まります。1937年現在の位置に名古屋駅が移り、貨物専用の笹島駅が開設されてからは、隣接する中川運河とともに物流の一大拠点として機能していました。そして時代とともに物流機能が転換していく中、新たな街づくりに向けた土地利用の転換が始まります。笹島ライブ地区は国際歓迎交流を掲げ、 JICA チューブもその一員として国内外から訪れる人でにぎわう交流の場を提供しています。2012年から民間連携事業を開始。日本の民間企業が持つ優れた製品技術は、開発途上国の社会的経済的課題の解決に貢献する可能性を持っています。全国有数のものづくりの拠点である東海地域からは、2012年からの10年間で100件を超える提案が採択され、企業の海外展開を通じた開発途上国が抱える課題の解決と SDGs への取り組みが行われています。地域での国際交流・国際協力への取り組みも積極的に行ってきました。2004年から毎年開催しているワールドコラボフェスタや、地域の NGO 団体とともに国際協力のキャリアイベントも実施。2015年12月には来館者50万人を達成しました。またこの年の9月には国連サミットで持続可能な開発目標 SDGs が採択され、2017年には国際協力と SDGs をテーマに名古屋地球広場をリニューアルしました。名古屋地球広場は体験型の展示を通して学べる体験ゾーン、世界の料理が味わえる食のゾーン、フェアトレードグッズが購入できる買い物ゾーンなどを備え、世界の今を学ぶことができます。JICA が運営する名古屋地球広場は、国際協力について楽しみながら学んでいただくことができる施設です。ここ体験ゾーンでは、体験型の展示を通して世界の今ですとか国際協力の取り組みを知っていただくことができます。小さなお子様から大人の方まで、いろんな方々に対して新しい世界の今っていう情報をお届けしています。来館する方々に世界の多様性の面白さとか素晴らしさを知っていただきたいなと思っています。まあ、それを知ることで、同時にここで世界の現状を知って、今世界で起きていることに関心を持っていただけたら嬉しいなと思っています。 JICA チューブは1961年に研修事業からスタートしましたが、時代の変化とともに東海4県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県を所管地域として事業の幅を大きく拡大してきました。開発途上国の未来を担う行政官や技術者を招く日本を舞台とした技術協力、企業や自治体、大学、NGO などと連携した開発途上国での国際協力、1966年から2021年の間に活躍した東海地域出身の JICA 海外協力隊は6110人。半世紀にわたって開発途上国で活躍したその奇跡の積み重ねは、世界と日本の信頼、笑顔をつないできました。2020年、誰もが想像していなかった新型コロナウイルス感染症の拡大、海外への渡航や来日がかなわない中、オンラインでの活動を継続しました。世界が身近になった今、この東海地域でも多くの外国につながる方が働き暮らし、地域の社会経済にとって大切な一員となっています。多文化共生の実現が課題となっている時代、 JICA 海外協力隊など世界で活躍した人たちの経験が今生かされる時、 JICA チューブはこれからも東海地域とともに地域の課題に向き合い、地域のパートナーと連携しながら、誰一人取り残さない共生社会を目指します。